ミキコの部屋始まるよ。9月6日水曜日、時刻は13時30分を回りました。皆様こんにちは、川満美希子です。旧盆は無事終えられましたでしょうか。旧盆が終わると急に秋というか夏が終わったなって感じしますよね。それよりも7月19日にこの番組にお越しいただいたバイオリン奏者の那代花江さんはバイオリンでウークイ無事できたのでしょうか。今度会った時に聞いてみますね。さて今週のミキコの部屋は初お出かけスタイルでございます。なんと本日のゲストさんはあのディズニー映画モアナと伝説の海、日本語吹き替えバージョンでモアナ役に大抜擢されました沖縄出身のあの方です。ヤビクトモナさん、実は去る8月19日沖縄市の子どもの国の方で夏休みイベントとしてヤビクトモナさんのトーク&ライブがございました。今年の3月にディズニー映画が上映スタートしたわけなのですが、トモナさんはこの3月まで琉球大学の学生さんだったんですね。そして4月から上京、女優業が本格的にスタート。上京して以来初めての沖縄でのイベントということで、当日はたくさんの方が会場に集まっておりました。私も応援に行ってきました。夏休みということもありまして子どもたちの姿が多かったんですが、特にモアナの格好をした女の子たち、ハワイアンチックというのかな、ムームーみたいな花柄のワンピースを着て耳に花飾りなどをしてね、私はモアナっていう気分のね、女の子の姿がたくさん見受けられました。今回イベントの前に特別にお時間をいただきまして、友野さんからお話を伺うことができました。それでは早速その時の様子をお聞きください。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。ご紹介いたします。本日のゲストさん、ディズニー映画モアナと伝説の海、日本語吹き替え版のモアナ役、ヤビクトモナさんです。 FM ギノワンをお聞きの皆様、こんにちは、ヤビクトモナです。イエーイお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しい中すみませんね、お時間頂戴しまして。いえいえ、こちらこそ。私見ましたよ、モアナと伝説の海。ありがとうございます。びっくりした、あの映像アニメというかね、だからこれ実写じゃないっていうぐらい。そうなんです、すごくリアルなんです。沖縄の海っぽいよね、なんか。はい、私も見て思いました。入れそうじゃない。入れそうですね。DVD で見た時に、はい、うちの愛犬見入ってたよ。本当ですか。海と思ったかもしれないです、ね、なんかリアルすぎてた。びっくりした。かわいい。モアナちゃんも可愛かったし、トモナがモアナってすごいね。ちょっと似てますね。トーモーナ、モーアーナ、モーもナーも入ってる。はい、よく言われます。本当、はい、もうなんかもうね、私はもう一回トモナさん、モアナさん、どっちなのって言われるんですけど、どっちでもいいですみたいな。トモナでお願いします。はい、でもね、モアナさんって言ってもらったさ、本当にトモナさん頑張ってる活躍ぶり本当に嬉しく、いつもみんなで見てますよ。ありがとうございます、ね、今回久しぶりの沖縄になりますか。はい、そうですね、上京、4月に上京して、はい、うん、その後帰ってきてなかったので久しぶりの。みんな待ち遠しかった。いや嬉しいです、帰ってくれて、ね、いやいやいや、もういつでも。実はね、私小さい時、はい、小学校低学年ぐらいかな。そうです ね、お姉ちゃんと、はい、ね、私のところにピアノを習いに来て。そうなんです。小さかった友奈ちゃんがこんなに大きなお姉ちゃんになって、たくさん面倒を見ていただいて、もうご家族のね、ともどもお世話になっておりましたけれども、はい、ましたね、もう嬉しい限りで。たまたまね、1年半ぐらい前かな、再会して、はい、そうです ね、偶然友野さんが出てるよっていう舞台があったので、はい、私見に行ってということで再会して、まあ、あるよあるよ ね、 そうですね、いろんな展開になってますけど、どうですか、充実してますか。毎日充実してます。毎日楽しいです。こう今まで経験できなかったこと、できると思っていなかったことを毎日、経験させていただいているので、うん、
とても楽しく過ごしています。いいことですね、刺激も多いだろうし、はい、たくさんの方に、ね、支えられてるだろうし、そうですね、また必要とされてると思うので、精一杯出せるところ出し切っていってくださいね。はい、頑張ります。私一つだけさ、なんか気になってたんだけど、はい、あの歌、はい、歌ってるじゃない、はい、私も歌ってるので、はい、いつも考えているのは、例えばピアニストとかバイオリニストとか、はい、楽器はいくらでも交代ができるはずだわけね。でも喉ってさ、世界に一個しかないからさ、ね、はい、もう大事に大事に、うん、そしてもうこの喉がね、やっぱり声がね、皆さんに感動を与えたりとかしてるはずだから、うん、大事に大事に、体資本でこれからも頑張ってください。ありがとうございます、うん、気をつけます。いえいえいえ、もう大丈夫です、このままで。ありがとうございます。で、ここ今日はね、はい、沖縄子供の国、はい、地元なんですね。地元ですね。懐かしいです。とっても久しぶり。めちゃくちゃ地元なので、ね、あの小さい時もよく家族とか、うん、友達と、うん、あの遊びに来ていた場所なので。沖縄の人はさ、必ず遠足コースなんだよね、はい、ですね。小学生低学年はここはもう必ず来る場所だし、ね、必ず来ます。しかもね、私たちのような沖縄市出身はね、徒歩で、そうなんです、学校から歩かされてくるね。歩かされてきますね、暑い中、ね、そんなね、この子供の国、沖縄子供の国でこの後ステージがあるんですか、はい、どうですか、意気込みというか。あのとても嬉しいのと同時に、うん、やっぱり緊張もしてます。あの初めてこう沖縄でイベントという形で、うん、はい、出演させていただくので、うん、あの若干緊張はしているんですけれども。大丈夫大丈夫。あの身内がすごく、あの遊びに行くねって連絡をしてるから、あの人とあの人とこの人、顔見知りばかりだと思うんで、あの安心して、はい、あの精一杯届けたいと思います。みんなの胸に飛び込むように、はい、歌い回ってくださいね。はい、はい、では、あのうちの番組でも、はい、友奈さんの歌を紹介したいんですね。ありがとうございます。せっかくですから、友奈さんの方から曲紹介お願いできますでしょうか。はい、はい、モアナと伝説の海よりどこまでも How far I'll go。 お届けしていますのはミキコの部屋 in 沖縄子供の国。そして本日のゲストはヤビク友奈さんです。よろしくお願いします。引き続きもう少しお話聞かせてください。はい、さてね、最近沖縄出身の方が活躍するたびに、はい、全国的に沖縄の名字って認知度が上がってくると思うんですけど、はい、例えば、まあ、具志堅用高さんの具志堅さんとか、はい、まあ、チェルチェルランドの比嘉さんとか、はい、ね、ガッキーと呼ばれている新垣さんとか、もうこの一年ヤビクさんもだいぶ認知されてると思いますよ。そうですかね。あのやっぱりヤビクっていう名前はインパクト強いしね、珍しい。なんか自己紹介したら振り向かれる。そうですね、あの最初漢字で見ると読めないって、どこまでが名字でどこまでが名前なのって言われたことはあります。どんな漢字とか絶対聞かれるよね。はい、絶対聞かれますね。いや、そうだろうなと思う。きっとね、この1年あの具志堅さんに続き、比嘉さんに続き、新垣さんに続き、ヤビクさんももう言ってますよ。嬉しいです。いいと思います。でも沖縄のあるあるになるのかもしれないけど、はい、沖縄にはヤビクさんもいるけどヤカビさんもいるの分かる。そうなんですよ。しょっちゅう間違えられて。間違えられます、ね、ヤカビ友奈さん頑張ってますよね。うん、頑張ってますね。ヤビクですみたいな。ありますね。でも、あの本当の方は多分ね、ヤカビさんもあんまりね聞かないかも、確かにと思うので、ヤカビヤビクはねいたりするので間違えられやすい名前が、ヤビク、ヤビクでございます。友奈でございます。今後ともよろしくお願いします。でもね、インパクトの強いといえば、はい、友奈さんの顔も印象的だよね。そうですか。もうモアナそっくり。ありがとうございます。小さい時から沖縄顔って言われ続けていたので。じゃーん、えこれは私からのプレゼントというよりも、すごい、うちのミッキー音楽教室のプロの、はい、川光さやかさんって方が手作りで、アイシングが、ね、上手だったので、モアナのお願いしたらね、ベビーモアナとね、ありがとうございます。よかったらねと思って、嬉しいです。わ、すごいですね。リアルだよね。私も昨日受け取ってちょっとびっくりしたんですけれども、あのお見せできないのがね、残念ですけど。残念です。本当にね、リアルにベビーモアナと友奈の顔もね置いててほしかったね。嬉しいです。ベビーモアナ と、 あの16歳のモアナとお花、お花ね、ハイビスカスかな、フィッシングクッキーをいただきました、ね、ありがとうございます。食べられない。これちょっと食べづらいですね。そうですね。ね、なんか
思い出にと思って今日はプレゼントでちょっとサプライズで持ってきました。ありがとうございます。大事に食べます。でもね、もう沖縄の人で友野さんのこと知らない人はいないと思いますのでね、勝手にもうみんな県民は親戚だと思ってるから終わった後もな上等と思ってますから。いや嬉しいですね。それが一番嬉しいです。沖縄の人に喜んでいただけると、まあ、親戚、ね、お友達に限らず、はい、テレビで見てる沖縄人たちはみんなでね田村さんのことを応援してると思うので、ね、頑張ります。答えられるように、うん、今後も楽しみにしてますよ。よろしくお願いします。唐突ですけど、はい、沖縄のなんか好きな言葉とかありますか？沖縄、別に方言じゃなくても沖縄らしいなとかいう感じでもやっぱりよく皆さんも聞かれると思うんですけど、イチャレバチョーデとかヌチドゥタカラとか本当に根本的なところで本当に当たり前のことなんですけど、うん、そういうのを大切にしている精神っていうのは、うん、いつも素敵だなって思いながら沖縄のこの、うん、人柄とか土地感っていうのはそこに現れているのかなと。多分ね、沖縄にいてその、ね、親元にいた時はそういうことをね全然何とも思わない、あ言ってる言ってるぐらいしか思わないんだけどちょっと離れて、ね、まあ、またね一人で動くようになって、うん、改めてそういう言葉を聞くとあーって身に染みたりとか ね、 そうですね、なんかイチャリバチョーデーとかってうんって思ったとことね、向こうに行って一人でいろいろ動くことによっていろんな人と出会って、うん、改めておすごいいい言葉ね、そうですね、くだねくてぼっていうかいいんだろうなって身にしみるんだろうなって、はい、出てわかることというのはありますよね。もう私はねなんでかねとかだからよってわかるわかります。ちょっとゆるい感じですね。ゆるいです。困った時もなんでかねって一回立ち止まって解決はしてないけどだからよって言えばいつかどうにかなるさぐらいの感じも私は好きなんですよ。確かに面白いですよね、うん、でまあその良し悪しはもう別として、はい、沖縄の良さっていうところはその辺にもあるだろうし、はい、またいろんな人と触れ合って、そうですね、いろんな出会いの中でまた友野さんが身に染める言葉とか出てくると思うので、はい、それは大切にしていってほしいなと思います。はい、はい、まあ、お忙しい中本当にお時間いただいてありがたいんですけど、今後何か活躍活動はご予定ありますか？ですね、うん、11月の23日、はい、11月23日、 何かの日だよ、はいはいはい、木曜日なんですけれども、はい、うん、沖縄コンベンションセンターで、はい、開催されるパワーオブそうなんですパワーオブボイス2017という公演に出演させていただけることになりました。はい、うん、初めて知りました。すごいすごい。嬉しいです。他の、出演者の方々がとても豪華で、うん、ゴスペラーズさんであったり、はい、クリス・ハートさん、まあ、そして沖縄のスカイザリーさんも、うん、出演されるのですごい11月23日楽しみです。はい、11月23日夜かな多分ね。そうです ね、 ね、 だろうね、はい、じゃあコンベンションセンターのホームページなりちょっとチェックだということで、はい、チェックしていただけると嬉しいです。私も行きたい。ぜひ行きます。来てください。すごい楽しみにしてますのでね、どうぞよろしくお願いします。皆さん友野さんのステージまた11月にも聞けるみたいなので楽しみにしててください。お願いいたします。楽しいひとときは本当にあっという間なんです。友野さんありがとうございました。ではね、最後に、ラジオの向こうの皆様へ、はい、友野さんからメッセージいただけますでしょうか？はい、久しぶりに沖縄に帰ってきてイベントができるというのは本当に幸せなことだなと思っております。11月にもまた沖縄に帰ってきて皆様にお会いできるので、その時にはまたつながることができたら嬉しいなと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ペイデビル、ありがとうございます。素敵なメッセージありがとうございました。この後本番私も見させていただきます。ありがとうございます。楽しみにしています。お忙しい毎日かと思いますが体調は崩さないようにね。ありがとうございます。貴重な時間今日はありがとうございました。ありがとうございました。友野さんでした。ミッキー先生ありがとうございました。ありがとうございます。友野さんありがとうございました。いかがでしたでしょうか？お話の途中サプライズで当日私実はモアナとベビーモアナのクッキーをプレゼントしたのですが、友野さん喜んでくれてましたね。嬉しかった。サプライズ大成功って感じでしたよ。さて当日は30分間の歌とトークのステージで4曲ほど友野さんが素敵な歌声を披露していたわけなのですが、ラストはモアナの主題歌堂々と歌い上げてステージを収めておりました。
目の前で友奈さんが生でね歌い上げる歌、どこまでもは会場にいらした皆さん全員が心打たれたと思います。ご存知の方も多いと思いますが、友奈さん英語も堪能なんですね。当日歌っていた曲の中でリトルマーメイドの曲を英語で披露していたのですが、モアナのイメージとは少し違う部分もありますけれども、友奈さんらしさが出ていた曲でもありました。私は個人的に友奈さんのミュージカルナンバーというか英語で歌われる洋楽も好きなんです。さてそれではそのリトルマーメイドの曲、残念ながら今回はちょっと友奈さんの歌声ではないのですが、今日は珍しいイタリア語バージョンで皆様に、お披露目したいと思います。イタリア語バージョンのリトルマーメイド、ラ・シレネッタ、お聴きください。お届けしました曲はディズニー映画リトルマーメイドよりパート・オブ・ハートのイタリア語バージョン、ラ・シレネッタでございました。本日のミキコの部屋お出かけバージョン、いかがでしたでしょうか。いつもとは少し違った感じではありましたが、今日の放送を聞かれて皆様からの感想や友野さんへの応援メッセージなどがございましたらメールを送ってください。メールアドレスは797@fmginowan.com です。友野さんとのお話の途中にもありましたけれども、11月にはまた沖縄に来るそうですよ。11月23日沖縄コンベンションセンターでのパワーオブボイスというコンサートの方があるようなので、また皆様にもお目にかかる機会があると本人も楽しみにしておりました。チケットももう先行販売がすでにスタートしているようなのでチェックしてみてください。よろしくお願いします。さてここで一つ応援メッセージがございます。今週末9月8日から10日沖縄コンベンションの方で合唱コンクールの九州大会が開催されます。九州各地からの代表校団体がここ沖縄に集結して、全国大会を目指す九州大会が行われます。個人的に一般団体の代表と選ばれましたホワイトリリーさん、そして高校の部で選ばれました沖縄尚学合唱部の皆さん、少しだけね私も関わってたことがありましたので、こちらの放送から応援させていただきます。コンクール本番では集中して穏やかで素敵な歌声を響かせてください。陰ながら応援しております。ここでバースデーメッセージを一つお届けします。明日9月7日第1回目のゲストリノさんが明日誕生日です。おめでとう。素敵な1年をお過ごしください。パワフルにお願いします。さて来週も素敵なゲストをお招きします。皆様どうぞお楽しみにしていてください。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は川光美希子でした。チャオ、アラプロスマセティマナ。